よし、やっていきますか。お、なんかピンチランナー出てきてチャレンジになったね。ショーストッパー。うん。これは、打点とか、あとフォアボールも出さずにイニングを得ろって書いてあって、これは打点とヒットだね。こっちが、そうか、ビハインド、カウントがビハインドにならないで、うん。で、打点も入れられずにってことか。ま、ちょっと厳しいかもしれないけど、チャレンジしてみるか。だ常にアヘッドカウントを意識する感じだな。ストライク先行でってことだね。うわ、危ねえ。ど真ん中じゃん。逆によく見送ってくれたな、今の。あ、今のも真ん中、あぶ。ちょっとチョイさん大丈夫かな。今ラッキーが続いてるけど、あ、振ってこなかった今のは。よし、やったー。入ってるぞ、入ってる入ってる。全然ゾーンの中だから。あ、これは大丈夫だね。あ、これはダメだ。いや、今の取ってよ。惜しかったじゃん、ギリストライクかすってたじゃん。厳しいな。お、やった、振ってくれた。よし、うん、この登板はもう本当危なげなくって感じで抑えられたね。よし、オリオールズ戦か。おわ、いいところ、よく今取ってくれたな審判。うん、これは今のでもあれなんだね、能力なんか打たれたっていう感じで HP9 下がってたな。あれ下がるのよくわかんねえな。よし、ダイナミックチャレンジ。てか1個しかないね。うん、まあ、打点取られないでイニング終われって書いてあったね。 OK、 浮いたけど、でもストライクゾーン結構ギリギリだったから逆に良かったね。ん、真ん中に甘く入ったけど、うん、よかった。甘い球だった。まあ初球は結構甘くても、まあ、なんとかなるっていうかね。あ、お、今のも下がってるもんな、HP9。あれはどうなんだ、バグなのかな。なんか前から思ってたんだけどね。まあ明らかにヒット性の当たりを守備がたまたま取ったみたいなだったら、まだね、下がってもわからなくはないけど、明らかにショート正面とかセカンド正面とかは、うーんって感じしちゃうけどね。お、エージェントのジョンさんが連絡してきたね。というか、チョイさんが、渋いな監督じゃん。このいでたち。ダンディ、ちょっとどうしてるか気になって電話したって言ってきてますね。まあまあ、そうだね。まあ別に特に問題はないですけどね。うん。そっか、本当にもう確認の電話だったんだね。うん、確認だよとは言ってきてたけど。うん、いや渋いな。あれ、ちょっと待って、おかしいぞ。なんかトリプル A になってるけど、これどういうことだよこれ。いや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 、なんでトリプル A に降格になってんの。ちょっと待て、こんなことある？え、どうしちゃったの？
いや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 、ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってください。何が起きました?チョイさんの身に。え?いや、だって、全然そんなセーブ機械とかで撃たれまくって炎上とかしてないし、いや、普通に抑えてることの方が多かったはずなんだけど、何これ、一時的なものとかそういうことある?だからジョンさんから連絡来たのかな?いや、グレイトにしちゃったし。グレイトじゃねえじゃん、全然。嘘でしょ。これはツインズにやられたな。よし。いや、クローザーからさ、普通にセットアッパーとかね、中継ぎに降格とかならわかるんだけどさ、トリプル A って完全にこれもうこれ意図的じゃん。ちょっと待って、これはロースターヒストリーで、ダンディさん、あ、ここには出ないかな、さすがにここには出ないのか。どこだ。いや、ちょっとマジで意味わかんないっすねこれ。ツインズオプション、オプションって何まあ、プロモーテッドは昇格なんだよね。で、リコールはまあ呼び戻すとかなので、オプションってなんだ。いや、意味わかんねえこれ。だって何の前触れもなしにチョイさんトリプル A に落とされたからね。なんなんだよこれ、ツインズ。おい、意味わかんねえよ。